今年の秋冬はですね、うちかなり、コートがね、豊作だと思ってます。まあいろんな種類のものをね、結構入荷してるんですけれども、まあその中でもやっぱりこう、オンオフ兼用して、本当にこう、定番としてね、外せない一着ってなると、真っ先に上がってくるのが、やっぱりチェスターコートですよね。というわけで、今日はですね、まあチェスターコートを使ったオンオフコーデっていうのを、やっていこうかなと思います。オクテッドチャンネル。というわけでですね、どうもこんにちは、オクテッドメンズファッションチャンネルのムンです。はい、ということでですね、今日もねムン流をやっていこうかなと思います。まあこのムン流はですね、毎回ですね、こうテーマを設けて、クラシックなねスタイルだったりとか、まあコンサバなねスタイリングをする僕が提案する、まあこのファッションのスタイリングとそのアイテムの選び方っていうところでやっています。で、今回は冒頭でもお伝えした通りですね、チェスターコートのまあ着こなしでもオンオフコーデということでね、まあやっていこうかなと思っています。チェスターコートっていうのはですね、皆さんも一着は持ってるんじゃないかなって思いますし、持ってなかったらぜひぜひね、ゲットしてほしいなと思うんですけれども、本当にこうメンズファッションのコートの中でも非常にもう定番ですね。で、そして割とコートの中ではフォーマル度高めなんですけれども、これがねかなりカジュアルにも合うっていうところで、オンとオフ両方とも使えるっていう魅力がまあ一番ねあるかなと思っています。今日はですね、そのチェスターコート、まあいくつかもう今入荷しているものを使ってですね、オンとオフのスタイリングっていうのをそれぞれねいろいろと見せていこうかなと、そんな風に思っています。というわけですね、まあ早速ですね、僕の今日のスタイリングに上から着ただけなんですけれども、まあこんな感じですね。まずはベージュのですねチェスターを合わせました。ブランドはですね、まあ押しも押されるラルディーニですね。まあうちのチェスターで一番人気があるのはやっぱりこのラルディーニのチェスターコートです。まあ非常に美しい、まあその一言につきますかね、非常にかっこいいです。チェスターコートもね、大きくはまあダブルとシングルがあるんですけれども、今回は全部シングルのチェスターを使ってやっていこうと思っています。チェスターはですね、本当にまあ使いやすいの一言に尽きるんですけども、まあいろいろちょっと形は違うんですが、このラディーニに関してはラペルがこのようにありまして、ボタンは3つで、ポイントはここですね、ポケット、こうスラントになってて入れれることが、ね、できます。フラップがついてないっていうのが一つ特徴ですね。まあ、なんでスポールベニーノとかっていうふうにも言いますけれども、それに分類されるまあチェスターになっています。あとはもう非常にベーシックでですね、丈もまあちょうどいいかなっていう感じですかね。チェスターであればもっとトレンチとかだったらもうちょっと長めとかでもいいんですけども、まあ、僕の膝にかかるかなぐらいの丈感になっていますね。で、まあこんな感じでシルエットもまあ割と今はちょっと緩めのものとかもすごくこうコートねたくさんあると思います。基本はやっぱりある程度、別に細くなくてもいいんですけども、ご自身の肩だったりとかそういったものに合ったこうシルエットで、まあ、ジャケットとかは着れた方がいいと思うんですけれども、その上である程度こうスマートに見える方が、まあ、チェスターコートらしい形が楽しめると思っています。まあコーディネートに関してはね、まずこんな感じでグレーのねスコッチに対して、これはザロネの5ゲージのニットブルーですねを合わせました。足元はサイドガーブーツ、まあ、グレーとブルーと、このベージュっていうのは春夏とかでもね本当に僕がよくやるスタイリングで非常に好きな色合わせです。まあ、シャリッケとちょっとこうエレガントな感じがねするので、非常にまあ綺麗な色合わせですよね。まあ、まずはねこんな感じで羽織っているんですけれども、すごいやっぱりこのグレーの色とかとこの辺のベージュの色の調子っていうのがすごくよく合ってるかなと思うので、まあ一つねなんかこうグレー合わせっていうのはまあ鉄板なんですけれども、個人的にはねそのグレーの、まあ、色の濃度までねちょっと凝ってもらって、まあ、チャコールとかでもかっこいいんですけども、これぐらいの気持ち明るめのミドルグレーとかがあるとすっごいバランスがいいのでおすすめです。ということで、ドレスのスタイルがこんな感じですね。今年の新作でね紹介もしたブラウンのスペラティボのスーツを着てまして、でこれまだ紹介してないんですけど、これも今年作ったスペラティボのシャツですね。でそこにこういったブラウンのネクタイを合わせています。全体的にもう全部こうちょっと茶系でまとめちゃったっていうスタイルなんですけど、今年はこのスーツをゲットしたからもあるんですけども、こういうのが僕はちょっと今年やりたいんですよね。なかなかこのネクタイも相まって結構秋を感じるスタイルじゃないかなと思います。すごい、まあ、かっこいいとね思いますね。非常に渋いなと思います。チェスターコートなんですけども、
まあ、僕のこのイメージというか印象ですね、特にこのラルディーニなんかはそうなんですけども、さっきのカジュアルもそうですし、今回のこのドレスで着たとしてもですね、結構まあクラシックさもあるんですけど、程よくね今っぽくて結構端正な見た目になると思います。特にこのラルディーニに関してはこの肩とか、まあ、この着丈とかのバランスもすごくこうよくできているので、本当にこう端正な見た目になるので、まあ、スマートな雰囲気でね着こなせるんじゃないかなと思います。まあ、丈とかのバランスもいいですし、非常にかっこいいですよね。ビジネススタイルのコートとしてはもう言うことなしで、別にどこに着ていっても恥ずかしくないですし、もうほとんどどこでも通用するようなね感じのコートじゃないかなと思います。またちょっとカジュアルなスタイルなんですけども、まあ見ての通りグレーのチェスターコートです。グレーもかっこいいです。まあ、結構あのコートってなると割とこうベージュとかキャメル系の色を持ってる方って多いと思いますし、あの色ってなんかコートはすごい定番ですよね。でも結構見落としがちなこういう気持ち明るめのミドルグレーっぽい色ってコートもすごいかっこいいんですよね。割となんかこうキャメル系持ってて、でまあ黒持っててみたいな感じで、この辺抜けてる人結構いらっしゃると思うんですけども、やっぱりグレーのパンツ使えるじゃないですか、グレーのニットも使えるし、まあ、そんな感じでグレーのコートもやっぱ使えるんですよね。合わせはね結構シンプルにデニムで合わせました。まあ、秋冬だとですね結構デニムの濃度も濃くなりがちだと思いますし、まあ、実際その方が秋冬って重たいので相性はいいと思うんですけども、まあ、僕は割とこれぐらい のちょっとウォッシュの効いたブルー系のものっていうのもすごく多用します。結構ね冬にこの色を履くっていうのもなかなかいいんですよね。かっこいいと思います。でその時にはこのグレーとかもねすごくかっこよく決まりますね。でこれがねあの僕の場合はやっぱりチャコールだとこうはいかないんですよね。このぐらいのグレーだからこのデニムを合わせるっていう感じで、それがすごく相性、またこれも色の調子がねいいと思ってます。足元とそれからインナーはもうシンプルに白っていう感じで、本当にこうまあ綺麗な感じでまとめました。まあスニーカーだとちょっとスポーティーな感じも出ますし、割とこうカジュアルなスタイルなんですけど、これでも合うんですよねこのコートは。で結構ポイントなのは最初にお話したポケットなんですよね。この入れれる感じ、これが結構ちゃんとフラップとかがあるともうちょっとやっぱクラシックな雰囲気出るんで、合わないとまでは言いませんけれども、まあこっちの方がよりなんか馴染みはいいと思います。はい、すごい色合わせも綺麗でね、まあ僕はやっぱりこういう色味が好きですね。あの冬でもちょっと淡い感じのねこういったスタイルが非常にしたいなと思います。ドレスに着たらこんな感じかなっていうところで、まあ次はジャケパンにしております。グレスラにネイビージャケットっていう、まあこれまた王道のスタイルですね。まあスラックスはブリリアのちょっと紐がついてるタイプのね、まあ、今ちょっと内蔵してるんですけどものパンツを履いていまして、シャツはこれスペルラティボです。でウルトラのネクタイをしていて、そしてネイビーのジャケットはこれまたスペルラティボという感じでね合わせています。で足元は黒のタステルプレデビーノを履いていますね。本当に保守的な、もう本当ベーシックな王道のスタイリング、ジャケパンのスタイルに対して、まあコートはこんな感じでグレーのチェスターっていう感じですね。まあ正直この色味とこの形でこういったちょっとビジネスライクなスタイル、まあ、合わないわけないですよね。なんでまあちょっと見ていただきたいのは、ちょっと今日のね合わせのこの色のバランスだったりとか、あとはこのコートのねシルエットですね。あんまり閉じてなかったんでちょっと閉じてみますけども、閉じた感じとかもすごい綺麗です。このラペルのカーブもいいですね。この T ゾーンとのなんか相性っていうのもすごくいい感じに収まりがいいです。僕の場合はですねコートで結構あの大事にするとかいくつかあるんですけども、まあ一つは肩なんですよね。しっかりとある程度幅がないとやっぱりジャケットとかスーツを着た時にあの着苦しいのは嫌いなので、これはやっぱり押さえておきたいんですね。このシルエットでいうとラルディーニはこの肩に対してこのアームのこの細さといいますか、この筒のバランスっていうのが、まあ、決して細すぎるわけじゃないんですけども、非常に綺麗です。結構この肩に対してアームがねそれなりにちょっとシュッとしてると肩幅広くてもあんまりこうやぼったく見えません。このバランスが非常にいいですね。まあ、決して鎌がね変にこうめちゃくちゃ入ってるわけではないので楽は楽なんですけども、このラインっていうのが見てわかるとおり綺麗だと思うんですけども、これ非常に大事ですね。あとはもうしっかりこうシュッとね、あの裾とパンツの裾と一緒でこう手首にかけてこうスッと細くなっているっていうの。あとは僕の場合はやっぱり丈も結構重要視してまして、
今は結構ショート丈のものもすごく人気があるんですけれども、まあことこういった使い方もするってなったら、まあ、僕はやっぱり断然ね、せめてミドル、もしくはこういったロングっていうのを着用いただきたいなと思いますね。その方がやっぱりエレガントだと思いますし、非常に秋冬の、まあ、醍醐味じゃないですか、このいったロングコートを着るっていうのは。なのでそこはね、しっかりと楽しんでほしいなと思います。最後にですね、まあこのスタイルだけなんですけれども、ちょっとお見せしたいコートがあるので着てみました。どうですかね。さっきの本当にちょっとこうドレス感もあってすごい美しいイタリアコートって感じじゃないですか。あれと比べるとまたちょっと雰囲気が変わって、もう少しモダン、あとはちょっとモードな雰囲気もね、おそらく漂ってるんじゃないかなと思うんですけれども、このコートイーボです。イーボの中でも、カッサーノっていうモデルになりまして、ちょっとね特殊というか、まあ、変わったものなんですよね。まあこのコートで、一番なんか皆さんが食いつきそうなところで言うと、まあ皆さんよくご存知だと思いますけども、星葉牛政さんですねのコラボモデルになっています。まあ、それをちょっとうちがプレス買いさせていただいてるっていう、そんな感じですね。もしかしたらその星葉さんのねインスタとかをご覧になられてる方は多分もう載ってたと思うんで、チェックしてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そのコートです。特徴なんですけれども、まあ僕が着た感想で言うとですね、まあまずはこんな感じで裏地がございません。ダブルフェイスになっています。なおかつ生地感はすごく軽くてしなやかな素材になっていますね。ウールのメルトンだったりとか、まあ、ギャバジンみたいなガシッとした感じとは対極、一番対極なんじゃないかなと思うコートです。素材は一応ウールベースなんですけれども、非常に本当にしなやかで、まあ、こんな感じのクシュクシュって感じですし、芯材とかもないんですよね。もうこう肩もクシュっていう感じで、本当にこう軽く着れるコートって感じですね。まあ、袖もね、今何もやってないんですけど、結構僕で燃え袖みたいになるぐらいで、まあ、一応50サイズで着てるんですけれども、割と長いです。まあ、切ってもいいですけども、このコートの雰囲気だったら、切らずにこんな感じで着こなしちゃう方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、丈もそこそこやっぱり長くってですね、ラルディーンと比べるとより分かりやすいんですけども、この V ゾーンですね、もう全体的にちょっとこう、落としてやるというか、低いんですよね。なんでこう深いところでこうボタン閉じる感じなんで、この V のラインも結構深めに出てて、ここもやっぱりよりこうちょっとルーズな感じとちょっとモードっぽい雰囲気が出ると思います。まあ、リラックス感も出ますね。やっぱりこれが閉じてこんな感じだとよりクラシックな雰囲気っていうのがガチッと出るんですけども、まあ、これぐらいなんでちょっとこう着流すような感じで着るのもすごいいいと思います。ラリエン同様にポケットはこんな感じでね、まあ、スラントになってるので、そこはもうすごくこう使いやすいですね。まあ、あと本当着心地で言うと、とにかく軽くてでもすごい着心地いいんですけども、ラルディーニよりも一層イージーな感じっていうのが、まあ、多分着ていただけるとね分かると思います。チェスターとは思えないぐらい軽いですね、このコートは。まあ、僕の中であとね、着こなし、これやっぱりちょっとモードな雰囲気もするので、ガチガチのビジネスできなくはないと思うんですけども、難しいような気もします。例えばなんかこうダブルのスーツとかを合わせたとして、ちょっとこうスーツのクラシックすぎる感じとこのアンバランスな感じが、まあ、あえてといえばできるかもしれないですけども、パチッとはまる感じでは多分ないと思いますね。ちょっと工夫がいると思います。カジュアルの方が個人的にはまずはいいかなと思ってまして、その中でもこれくらいの、はい、まあ、ちょっとこうリラックスした着こなしのがいいと思いますね。もちろんコットンパンツとかでもかっこいいんですけども、まあこういった白のスウェットにちょっと遊びの効いた白スニーカーでシンプルにニットとかね、こういうのに合わせていただくと非常に余裕のある休日っぽい着こなしになると思うので、なんかすごくこれはこれでかっこいいですね。まあ着るだけでめちゃくちゃ雰囲気が出るっていう感じですね。でラルディーニがちょっと綺麗とするならば、これはよりちょっとモード感の強いチェスターっていう感じです。ぜひねこれも見てみてください。というわけでですね、まあ今日はチェスターコートのオンオフの着こなし、それからまあちょっとおまけとしてですね、このコートをご紹介させていただきました。このコートに、ね、気になっている方も多いと思うので、またちゃんとどっかで喋ろうかなとは思うんですけれども、まあこのチェスターコートっていうアイテムですね、メンズファッションの本当にこう定番アイテムですし、オンオフ本当に使いやすいコートだと思うので、持ってない方はねぜひ一度ね袖を通してみてください。非常に使いやすいと思います。はい、というわけでですね、こんな感じで僕たちの動画は毎日8時に動画を更新してます。ぜひチャンネル登録、それから高評価をよろしくお願いします。はい、あとですねコメントもお待ちしてます。お願いします。ということでムンでした。バイバイ。